はいどうもおはこんばんにちはまへじです今回はですねこちらの可愛らしいロゴムベンベラジオをやっていきたいと思いますはいこちらですねこのタイトルロゴからは想像できないようなホラーゲームらしくって <laughs> 学校からの帰り道を探索したり出されたお題に挑戦していくことで不可思議なことが起きていくっていうようなホラーアドベンチャーゲームらしいですねはいで一応そのストアページ のところを見た感じだとなんかキャラクターが本当なんかぼくなっつみたいなの綺麗綺麗なキャラクターみたいな感じでもうキャラクターも可愛らしい感じでそこまで怖い感じするのかなっていう感じなんですけどなんか怖いらしいですね <laughs> めちゃくちゃ震えておりますはいやっていきましょううわどうなんだろうシフト来ましたよ走るあーもうこれ終わりです終わりですもう終わりですこんなのは走るって出たらお 学校ですね。下校時間だ。今日もあの森を取るのやだな。帰り道が。森の中なんですかね？ああ、ほら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 あそこにいらっしゃるいらっしゃる。ほら。すごい。なんか可愛らしい感じの住くんこれ割りばしゴム鉄砲だよ。6連射で行けるようにするんだ。何割り箸ゴム鉄砲ってかっこよすぎるでしょ。 そういうものが流行ってるの今の時代はでもなんか結構どっちかっていうと昭和っぽいというかねなんかこうちょっと田舎というかさなんか昔ながらの公園みたいなほらあのシーソーのな何て言うのこのさびれ具合とかタイヤのやつとかねこのボヨーンって跳ね返りのやつねえ待ってこれなんか見たことあるどうやって遊ぶのこれなんか見たことあるような気がするえここ帰ってくってことバカ怖いやんだってもう この天気霧がかってるしこのねブランコとかのこのさびれ具合ねこう握ると臭くなるんだよね手が鉄臭くなってね懐かしいな昔ですねなんかブランコってこう2人乗りみたいなできるじゃないですか1人が座って1人が立つみたいなあれをねすっごいちっちゃい頃はもうほんと小1ぐらいの時とかかな友達とやりましてであれって座ってる方めっちゃ怖いんですよ まあ、体験したこともある方もいらっしゃるかもしれませんが立ってる方が結構楽しいんだよねで間にこうね座らしてこう両サイドのところに足のけてみたいなでこう勢いをつけていくみたいな感じなんですけどもうねそれで一回落とされたことありましてマジでお尻死んじゃうかとあっあっちにもいるお尻死んじゃうかと思いましたねちょっとあっちから話しかけてみようかな可愛いらしい子ですねボブのいいですねさえちゃんケミちゃんは無便ベ,ベラジオって聞いてる 知らないですねうんまだ聞いたことないんだそうなんだ毎回小さなお題を出されるんだよきみちゃんも聞いてみなようん今日帰ったら聞いてみるねここで初めてムベンベラジオの存在を知るんですねだから間違えてこれあのクリックしちゃうのはマウスの方でクリックしてしまうけどいい、e、なんですよね走るあーまあまあまあもう結構なスピードで走らせてくれるねまちこちゃんの妹バスマだかな早く帰ってムベンベラジオ聞かなきゃ大大人気じゃないですか まちこちゃん、きみちゃんちは近くていいな。小屋の奥の森を抜けたらすぐだもんね。近道って憧れるな。なるほど。みんなはバス通学とかだけど、きみちゃんだけは、ちょっと、まあ近いけど嫌な道を通るって感じなんだね。これ絶対パニックってあの、いろんなキーボードをしちゃうたかし屋さんですって。もう今はないんでしょでも確かに、見たことはあったけど、めっちゃちっちゃい頃に潰れてた気するな。確かにさ、 スーパーとかでお菓子買うようになっちゃったらさ、駄菓子でも夢あるけどななんか、今でもね、商業施設というか、あの、大きいところとかに、駄菓子売ってるところとか見かけるとめっちゃテンション上がる。なんで話,話しかけられないんだ、これ。なんだ駄菓子屋のおばちゃんいないみたい。そっちじゃないんだよな、今話しかけたかったら。こっちからちょっと回り込んで話しかけてみるか。元気くん、このガチャガチャ全部揃えたいんだけど、なかなか揃わないんだ。同じのばっかり出てくるんだよ。 それは嫌ですね。ガチャガチャで一番切ないやつ。おばちゃんいないんだよ。でもさ、学校のさ、真向かいに駄菓子屋あるって、この駄菓子屋一人勝ちへ行くないすごいよね、絶対。もうここにしか来ないもんね、子供。っこっちとこも行けんのかな。この道は遠回りになっちゃう。けど私は行く。進む。止められない限りは進む。そうで。同じ家ずっと続いてるもしかしてだけど。もしかしてだけど。 そんなことない危険です入ってはいけません入ります入らせてくださいダメでしたえあんな交易状あったっけえループではないもしかしてあああああああれ学校あれループしている <laughs> もう怖いやんあ、あれ戻ってきちゃった突っ込んでくれるんだいや本当だよ本当だよ本当だよ よくないことが起きてる。結婚時間のうちに帰る。やだよ、帰りたくらいよ。怖いって分かっててさ。みんなはそうやって、バスで帰るんでしょふぅ、怖い。行くか。しょうがない。もう、ループしてるんだったらしょうがないよ、それも。この道、朝は平気なんだけど、夕方は薄暗くてちょっと怖い。いや、マジそれ。あっびっくりさせんな。ちょっと待ってね。ちょっと、音、上げてきました。かかしおるやんけ。めっちゃ怖いやんけ。 ちょっと薄めていくわなんで今日に限って眼鏡しちゃってんだろうあ、見目ないじゃん一個おいなんでこんなところにかかしがあるんだろうちょっと怖いな今気づいたのおおでももう思うじゃんもうおうちじゃんえこんな山とも言えないような短さでしたけど山って登っていくイメージだったからどっちかというとこう草むらみたいな感じだったよねお猫ちゃん お猫ちゃん、え、かわいい。白玉。ゆきちゃん、ただいま。ーあー、かわいい、丸いね。もう、手足なくなっちゃって、もう、大福ちゃんみたいになってんだから。こ,こっちもかな。こっちもループになるのかな。今のところがだって家だもんね。じゃあ、家には帰らねえぞ、俺は。まだまだ遊び足りねえんだ。遊び足りねえんだよ。遊ばせろ、俺は。 何も突っ込まない。ゆきちゃんが何も突っ込んでくれない。家から離れて行っちゃってるよ、みたいな、なんか突っ込みとかいただきたかったんですが、何も言ってもらえません。多分このまま走り続けて、お家に帰れるんでしょう。回って、回って、お家の前にまたたどり着くんでしょう。ほら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 。戻ってきちゃったね。もう怖いね。嫌だね。怪しい街だから早く出た方がいいよ。こっち行けないの いいなぁ縁側。あえムベンベやん。ムベンベやん。ムベンベラジオやん。ちょっと牛乳飲みたい。牛乳、牛乳、牛乳ください。これ見たことある、なんか、ワシワシのやつだよね。なんか、学校になかった、これ。ワシワシのやつ。ワシワシのこの、汚れ落としなのかな。ちょっと、い、いえ。お母さん出かけてみるみたい。ラジオ消えて待ってよ。そんなことあるの、鍵持たせてもらいなよ。お母さん、座布団でかくねえしかも、なんか、まあまあなプラス 低低反反反発、高反発、低反発高かなうわ聞きたくないけどね普通に聞きたくないけどね全然全然聞きたくないけどでもなんか人気だから聞いといてあげようかどうぞ陽気の感じだ僕はデンでン,ンデン今日も手紙が届いてるよはわいい呼んで呼んで <laughs> かわいいムータローデンでンこんにちは 私は小学生の女の子です。こんにちは。学校からの帰り道、一人で歩いていると寂しく感じる時があります。今年よ。帰り道が楽しくなるような、のべんべチャレンジをお願いします。お願いします。帰り道が楽しくなるようなチャレンジだね。よし、任せて。かわいい。頑張れ。でんでん。でねんん。かわいい。えー 任せでーかわいい3つも生まれた生まれた生命みたいな言い方するやん毎日一つずつお題を出していくよはいありがとうございますはい1つ目のお題いくよいくよ何カカシに声をかけてみようカカシカカシっていいカカシだね みんなの帰り道にカカシいるよねいやなかったけどな明日の帰り道カカシ見たことないけどかカカシ <laughs> ガチのカカシ見たことないんだけどワクワクしちゃうなワクワクしちゃうな <laughs> AI が喋ってるのなんか可愛いイントネーションが可愛らしい感じなんだけどえ、え、え、はい急なセーブモードなになんかさ小学校って四時半まであ開いてることあるのそんなあるっけ 無便目ラジオのお題かかしに声をかけてみやだったよねそうだよねえ4時半までまあでも放課後あれか校庭で遊んでみんなでバイバイみたいな感じなのかなどうしよう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 お菓子盗もうとかだったらどうするねえ途中からそういうのがあ,ありえなくはないええー、すごいすごいここからおばあちゃんち侵入してみようみたいな このガチャガチャシークレットってのがあるみたいなんだけど本当に入ってるのかなちょっと話すこと変わるんだねちょっとちょっとあの私キーボードのこの WASD の動きが苦手すぎて奇妙な動きすることあると思うんですけどご了承ください「キミちゃんはムーブンベラジオン気だよ僕はちょっと怖いから聞くのやめたんだえええええ何怖いうんほら噂があるでしょお題を見せると怖いことが起きるってそんな噂があるんだ 待って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 。無視したらダメなのまあ、ただの噂なんだけどさ。えええ、てかさ、じゃ無便目ラジオを聴いた人は、もう全員それをやらなきゃいけないってこと。え、じゃあ、聞いてるよね、聞いてるよね、聞いてるよね、書かしとど、どう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 ,どうマチコちゃんの妹、お姉ちゃんいつもこういう話して、私のことを怖,がら怖がらせようとするんだよ。でも私、全然平気なんだから。そうなのお姉ちゃん、意地悪しないで。ちょっと待って。 こっちだよね、妹ね。そうだよね、そうだよね、そうだよね。なんか、なんか、あれ変わったと思ったんだけど。あなたがまちこちゃんよね。ねえねこの公園のブランコ、一人でに揺れてるとこ見たことあるえ見たことないよ。誰かが見たって言ってた。学校の外だけど、この学校の七不思議の一つなんだって。え、じゃあもう学校、学校の敷地内じゃないのに、学校の七不思議って言ってることがもう七不思議やん。何を言ってるんだ、こいつは。<laughs> あ、そうだ。こっちの見るの忘れてた。かかしに話しかける 君ちゃん、昨日の無ンベラジオ聞いてみたうん、かかしに声をかけるって変なお題だね。かかしそっか、君ちゃんはそう,いうお題だったんだね。えー、なんで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 ,なんで人によるみたいな、人によるみたいな、そんななんかあの、オンリーワンみたいな別にいらんのだけど。うん、なんでもない。君ちゃん、また明日ね。あなたはじゃあなん、なんて言われたのなんて言われたのか教えなさいよ、そしたら。ねえ。ちょっと。だ、もう、私、君ちゃん仕様になってるわけじゃん、じゃあ。 え、どうする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 ,うするまあ、一回ちゃんと、一回ちゃんと話しかけてみようか。ね。だって、怖いことになるって言ってたから。怖いことならないってことでしょちゃんと守ってれば。えー、無弁メラジオのお題。カカシに話しかけてみよう。だったよね。話しかけてみる話しかける。カカシさん、こんにちは。ああ、怖い。バーっとか来ないバーって来ないカカシさん、こんにちは。一回りんで挨拶はもう。何もわからない。そうだよね、帰る。追いかけてきたりとかしないよね。 待って待って今僕に話しかけてくれたよね <laughs> いやごめんごめん昼寝してたそんな驚いた顔しないでよいつもこの道を通ってるの知ってるよ実は僕すごく困ってて 誰かが話しかけてくれるのずっと待ってたんだ。目がないことでして絶対するしかない。ボタンをちょうだいみたいな。目をちょうだいみたいな。困ってるそう。僕が昼寝している隙に僕の大切な目玉はカラスの野郎が一つ加えていきやがったんだ。お前じゃあもう欠かしの役目ないできてないやんもう。ねえ。馬鹿にされとるやん。目玉取られちゃってさ。ダメやそういうことが起きないようなためにいるのがお前だろな。諦めるもう この森のずっと奥に巣があっていろいろ集めてるみたいなんだ。僕の大切な大切な大切な,大切な目玉取り返してくれないかい,いやだよ、バカ。服のボタン持ってきた結果からそれで我慢しろ。わかった。探してみる。いい子だな、君ちゃん。ありがとう。僕の目玉青くてピカピカなボタン。よろしくね。何色でえ、ちょちょちょ。て、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 なんか、レーサーポインターみたいなの出しとくけど。ねえ。 そんなことがあっていいんですかちょっと待ってね。まあ、でももう範囲はそんなに。えちょっと待って。何これ。<laughs> 待って待って待って、これ危ない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 えーと、ここ、ここら辺を通ればいいのかなねこんなバイオハザードみたいなこと始まると思ってなかったよ。

待って、むず…あ、待って、こっちだな。よし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 、いいぞ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 。で、えっ、ー、と、こっちでいいのかななんかちょっと早くないか、こいつ。ちょ、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 待って。えっ、ー、と、あ、こっちだな。の、こう。何させられてるマジで、さっきから <laughs>。 もうホロアドベンチャーゲームはまあ,まあ、まあ、穴がち間違ってはないのかえっ、ー、と。はいはいはい。ここし、ここしっていうかもうカラスえぐないこの数。ああ、今だな、今だな、今だな。<laughs> あぶねえ、あぶねえ。<laughs> こっちだな、こっちだな、こっちだな、こっちだな。で、えっ、ー、と。うんうんうん。 パーン屋の親父のやつだ。タララランのやつだ。今のやつは。なんか、片方で三角作って片方なんか縦線ずっと振り続けるみたいなやつ。知ってる人いるのかなこれ。<laughs> 何の遊びだったんだろうあれ。ちょっと待って。今だな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 ちょっと待って。と、これ帰りもやんなきゃいけないとかないよね絶対ね。それはさすがにないよね。 えっと今だよね今だよね他に邪魔するもんないもんね待って待って待って,待てなに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 なな何が起きて何が起きてあ今今だったから今だったからわかんないもんそんなこと急に言われたっていやちょっと待っていやむずいぞいや端から行こう端から端から真ん中とかちょっと危ないよし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  なんカラスの村みたいになったっけねカラスちょおえどこええうわなんかいろいろと集めてるすってこれだよね本当にいろいろ入ってる青いボタン青いボタン頼む見つかってくれあったよしよしよしよかった一番今は緊張したわほら感謝しろ目玉を取り返してくれてありがとう これからは平沼ほどほどにするよ。まあ、お前仕事があるからなし。昼寝してたら結局仕事できてないことになってるから。就業時間の間は寝ちゃダメだよ。お昼休憩の時は別にいいけど。お仕事中はね、寝ない方がいいかも。まあ、夜にね、するとかね。カラスって夜でも、あれ猫ちゃん。そっちだったっけ今日はそっちにいるの猫ちゃん。ゆきちゃん、ただいま。いい子いい子。かわいいね。ほりゃー今日もお母さんはいないですか いいないんですかん調べることも持ってできなくなったああお母さん今日も出かけてんだね毎日出かけてんだったらまあ鍵も,もらいなさいラジオ聞くよしょうがないからこれで3個やればいいんないねとりあえずはいや僕たろうこんにちはべ <laughs> 昨日のラジオは聞いてくれたかなやったよ守ったよお題ふふふ僕忘れちゃったもうベンベンたらしょうがないな昨日から3回に分けて学校の帰り道を楽しくする無ベンベチャレンジをやってるよはい頑張ってますじゃあ今日は2つ目のお題だねうんじゃあ早速2つ目のお題行くよ行くよなんだろうね これなんで缶詰みたいな音しるん秘密の数字は赤、白、黄色だってさ<え>ベンベンってなんだろううん、きっと秘密の数字なんだよバカ野が言ってんだろ秘密の数字だって入道、ね、に秘密の数字はよくあるよねないよそんなの入りにある秘密の数字は赤、白、黄色わくわくしちゃうなわくわくしちゃうな可愛い,いけど また赤、白、黄色のなんか数を数える。あ、チューリップじゃない <laughs> 多分チューリップじゃないかな。なんか何種類買ったよね。もう早く動かしてくれ。早く。赤、白、黄色、赤、白、黄色。絶対そうでしょ。よ、よ。最近行方不明の言葉が増えてるってニュース聞いた うん、ちょっと怖いね。大人たちは知らない人に気をつけなさいって言うけど、包帯人間の方が怖い。なに何,何包帯人間って。包帯人間って何あれ知らない。全身包帯ぐるぐる巻きで突然現れるの見つけても絶対触っちゃダメだよ。触るとどうなるの包帯でぐるぐる巻きにされて、包帯人間にされちゃうんだって。なんでそんなのが仲間増やしていくシステムなのゾンビみたいな。怖いね。怖いよね。それは確かに。まあ、包帯ぐるぐる人間。びっくりしたよ。ブランコ揺れてるように見えた。気のせいだった。 君たちはもう無便便絶対聞いちゃダメだよ収穫時間5違う10時10ポストの話なんかしてないポストの話なんかしてないあとはシークレットとかあれば全部するもんだけどな結構頑張っとるなでもこういうのにさやっぱりお小遣いを使うっていうのが楽しかったりするんだよね僕ね欲しいエアガンがあってお小遣い貯めてるんだ M29 っていうかっこいいリボルバーがあってさ今はこの割り箸ゴム鉄砲で我慢我慢すごいなこれがもうそのリボルバーになったらかっこいいほら ほらほらとか言って今ごめん全然話違かったね赤白黄色ちょっと待ってまずは話しかけようまずはねはいどうもさーいあおほらほらヒントくれとるやんけ一緒に立派な花があってもう、まあ、その前に気づいちゃっただけね <laughs> ねえね七不思議ってブランコの他にはどんなのがあるのそうだな誰もいないはずの教室で笑い声が聞こえたって話もよく聞くよねそれって幽霊どうだろう昔隠れ物の最中に行方不明になった子がいるって聞いたけど もしかしたらその子がまだ隠れて遊んでたりしてなんかありそうで怖いのが嫌だなああちゃちゃちゃびっくりしたびっくりしたびっくりした数えてやるかいじゃマジでこのこのシーソーの感じがやばいすごいなんかノスタルジー赤白黄色赤123456白123464赤白黄色123643643

ビリってなった体が。ああ、ゆきちゃん。ゆきちゃんだっけ。あれいないゆきちゃん。ゆきちゃん。あゆきちゃん。ゆきちゃん。ゆきちゃんただいま。これ何してるのなん、なんで隠れるのびっくりした。今日もお母さんはいない。この数分でさ、帰ってきてくれんのかな、本当に。帰ってきてるのかな かでもこれ何で643だっけ確かそれをとりあえず回答する場所があるのかな僕はレンベン。レンベン。ンレンベン。帰り道を楽しくする無限ペチャレンジ。みんな頑張ってるかな頑張ってるよ、多分一番頑張ってる。帰り道を楽しくする無限ペチャレンジ。なんでいつも忘れちゃうのレンベンたら忘れちゃったのかい <laughs> 帰り道を楽しくするようなムベチャレンジのリクエストがあったんだよ。そうだった。帰り道やばいよ毎日をすると。楽しくなってるといいね。まあ楽しくねしな。うん、怖いしな。じゃあ <laughs> 今日は最後の話題だね。いくよ。これ何も答えないの？回りして帰ってみよう。うん。戻る。戻る。一マスずれちょっと。何？いつもとは違う道を通ってみようってことかな。 明日の帰り道は、ちょっぴり冒険してみてねうふふ、わくわくしちゃうなわくわくしちゃうなやっちゃったらもうもうやっちゃったなんびっくりした急に音楽終わり待ちだったか、今もう一回これ全部じゃん言うこと聞いてで、後ほどあれですね 約束も破る回もやってみようかなじゃあ行きますか「無ベンベラジオのお題遠回りして帰ってみよう」だったよねうんそうだよみんなに話しかけてね「無ベンベラジオのお題無視したら怖いうことが起きるって噂本当かな何が起きるかちょっと気になるよねうん気あっあれいないあれ男の子2人いないんだけどえっもしかしてお題守らなかったあんなガチガチに一生懸命ですよ僕みたいな。 顔しといてさ、可愛い,いな、これ。消しゴム。無弁ベラ、いや、無便ベラジオ消しゴムやってんだったら絶対見てるよね。で、守らなかったんでしょう。お題やんなかったんでしょう。で、連れてかれちゃったんだ。きっとこの子はまだ。聞いてないって言ってたのに。どうなってんだ。まちこちゃんの元でんできみちゃん、本当に人間って知ってる気の気だよ。絶対触っちゃいけないやつだよね。 そう私昨日バスの窓から見たんだ包帯人間何してたのただ立ってたいやバカ怖いやんけあーあお腹すいたな今日の晩ご飯何かな今日の給食カレーだったでしょ給食がカレーだと家でもカレーだったりしないうんうんたまにあるよねそんなことがあるのあんま考えたことなかったななんか夜ご飯食べるときも昼ご飯のことって考えてなくないあれ もう絶対に行かせないというかくならない意志を感じるんだけど約束を守れよっていうこれちょっと今はブランコの気分じゃないよってかこれ見れたんかいペンキ塗り直してほしいよマジマジそれこの家が壊れてて全然回らない回すんだなんか見たことある気するけど何だったとか遊び方が見てもよくわからんなさて走りますか包帯人間出てくんじゃない

ちょっと待って、ね、ちょっと待ってちょっと待って,っ待ってオッケーオッケーオッケー,オッケーメガネ一回外すわメガネを外すで視力をまず濁らしていくわちょっと待ってえっ、ー、とえっ、ー、とえっ、ー、ともうもう今動揺してるよああでもちょっと見てみるちょっと待ってもうちょっと進まないとダメだ <laughs> えいけるかなちょっと行ってみる <laughs> <laughs> 絶対なんか出てくるよね。絶対包帯人間来るやん。フラグでしょ絶対そうでしょ。でも触らなきゃいけないんだよね、触らなければ。触ったら、待って、触ったらって何包帯人間、それじゃああれ の方向に歩いてかかなかったいやマジでそう気のせいかなえ気のせいじゃないんだよあそうねちょっと気になるよねまあ、そこはちょっとねあの YouTuber 魂みたいな YouTuber じゃないけどちょっと出していこうかなとうんこれはこれは一緒か彼だえちょっと待ってえじゃこっちから行ってみるだから包帯人間とかいたもしかしてだけど見えてなかったとこある 視界に入れてなかったみたいな。いたかなちょっと目細めちゃってたんだよね。焼いとるんだよな。あ、ちょっと待って。てかさ、あれだわ。ちょっと待ってね。安全です。どうぞお入りください。なんて書くやついるわけないじゃない。危険ですのマークなの。黄色と黒は危険ですの。デンジャーなんですよ。デンジャーなんです。立ち入り禁止なんです。そこに書いてあるものは、本来。 あれお入りくださいって書いてある。ほんとにね。よくわかんない入ってみようかなってね。入るしかないもんだっていや。ループしちゃってながら。ここしかもう帰り道ない。おい、誰だ鍵閉めたの今。鍵閉めたの今。おい。あれ閉まっちゃった。どこかに出られるとこあるかなマジで。はぁ。はぁ、怖い。マジで怖い。ちょっと待って。え、でも立ってるだけなんですよ。包帯人間。そう言ってたよね。 ってことは、じゃあ別に。何この穴バーカ怖い。えー、こんな、こんな迷路ですよみたいな道作ることあっかよ。ちょっと待って。こっちは。向こう側に扉がある。えー、もうさ、待って、これさ、思いかけられるタイプじゃない ねえじゃなきゃさこんな視界のうん、視界の狭いとこみたいになってるわけないよねそうやばここメールみたいになってるってこそりゃ言った子が言ってたき出られるかな出られないやもうもういいよ出なくてこのさこのこの <laughs> これ何このあのあのさあのウィンドウズマークみたいなウィンドウズのマークみたいなの何 形だけ言ったらそうだよねこれで十字線入れたらウィンドウズのマークのやつでしょばっやろかよああ切れそう <laughs> ああごめんこの穴あっフフフいるやんけあっ待って絶対いるやんけ,やんけ,ん、ね、やんけそこなあこのシー <laughs> ちょっと待って。待って。イヤホン撮れたんだけど <laughs>。ちょっと待って <laughs>。見るだけ見てみる。見るだけでまだまだまだここ入ってからそんな時間経ってないし <laughs>。<laughs> <laughs> <laughs> ね見てる人は何が怖いのって思うでしょう。ねこんなさ、別に動いてるわけでも追いかけられてるわけでもないのに、なんでそんなに怖がってるのって思うでしょう。自分でも思ってる、それは。<笑><笑><笑>え、これさ、なんかさ、失点の、この、切り替えた瞬間にいるの、バリ怖くないさっきのやつどこ行った

大声からパッつ、初めてびっくりした。このふあって見た時にいるみたいなのが怖いんだよ。わかる？わかる？みんな、俺の言ってることがよ、そういうことがいいんじゃない？でも影が、影はでもあ,、はあ、待って、当たられるんじゃない？ちょっとちょっと えでも違う、走るがあったから、マジで、まだ油断はしてないよ。ほら、おい、なんでそこにいんだ、おめえ。ってことは、じゃあ、通れねえよっちゅうことじゃん、そっちが。ああ。ああ。こえー、この四角めっちゃうまくないこの。ちょ、ちょっと待って。このさ、四角作る天才みたいなのそこにいんだよな。そこにいんだよな。 戻ってきてるよね、これそれで、じゃあいる、そこにぼんやりと佇んでいるこわい進めてる、これくあぁこ進めてんのか進めてないのかもわかんないんだなこれ 本当にびっくりするようなことをさ、話してしまうとさ。あでもなんかイケてるっぽくないこの足音やめ。おい。立ってるだけなら、帰れ家に。なな座ってもいいんだよ、たまには。たまには座って休んでみるみたいなのも、大事だったりすっからよ。なは <laughs> 怖い。ねえ、ここどこ うーんうーんえちょっと待って。いや、近いクソッタレがよ。クソッタレがよ。ふぅ、ふふ,ふ真横通るなんて全うわっちょっと待って。何の音ねなんか潰れてったじゃん。 出る出る出る <laughs> こう,いうもんいいんだよねうちゅって言ったのなんだったろで誰か誰かうちって言ったのなんだったの何の音だったのなになんか潰れて…え、待って、雪が潰れてるとかじゃないよねね そんななことないよ、ね、きああよかった、うん、そこでポカポカひなたぼっこしてたのかわいいね座布団パカポカだねああよかったねおかんちょっと遅くなっちゃったらラジオまだ間に合うかなじゃなくていいもう家いいはいあでもまあ聞かない聞かないとかはダメなのかあでももう,もうこれで クリアしたってことでしょもう許されるってことでしょもう一生聞かないもんね。ベルブ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 ベン。ルブ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 ルラジオルブ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 ル じゃあ、これが最後のお題だね。いくよ。お題4個目来てないあれみつやなかったっけこりにちせずにまっすぐ帰りましょう。だってさ。大切なことだね。あそうね、うん。そうだね。ねえ、ぬーたろう。またみんなに会える会えません。 うん。きっと会えるよ。会えません。会いません。もうこの後ラジオを壊します、ね、レジャーみんなまたね。またねうん、またなんてありません。終わりですもん。あよくできました。えなんでまだまっすぐ書いてないけど。よかったってことよくできました。もう大変よくできましたじゃないから、悲しいな あ、これで終わりロこちらこそありがとうございました包帯人間に触っちゃったらやばいとかもあんのかなはい、ということで今回はお題を全部クリアした状態だったので、えー、次1個目から破っていこうかなと思います。